対ソフトバンク勝利投手になった西武ソガメ、ミニット握手する辻監督、撮影、鈴木雅人、より小さいアイフレーム SRC イコール、トゥス、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールボールドットニュース、エリアイコールレクタングルドット INNEWS、AAMSZ イコール 300X250、ONCJP イコール UTF8、ノレシゼスクローリングイコール、ロー、スペースイコール、0、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージンウスイコール、0、ウィズイコール、300、ハイトイコール、600、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きい、アイフレームより大きいより小さい西武 7-4 ソフトバンク、3日、メットライフドーム西武が開幕4連勝を果たした。ソフトバンク東浜に対し、4回までは1人の走者も出せなかった。だが、0-2 の5回、先頭山川が3塁打で出塁。中村の席次打で1点を返した。6回には、浅村が同点2塁打。山川が決勝2ラン。さらに、外崎の2ランで引き離した。先発ソガメは初回、2回と1点ずつ失ったが、3回からは点を与えなかった。7回4安打2失点。味方打線の逆転で、1勝目を挙げた。佐々木王者のソフトバンクとの初戦に勝利した。辻初彦監督は、厳しいですね。投打ともに、良い選手が揃っている。最後まで気が抜けない、と、9回に2点を失い、3点差まで追い上げられたことを振り返った。10日目については、今年最初の硬さもあったと思う。その中で、1点を取られても次の1点を抑え、ようとやってくれた、と、ねぎらった。8回に、2番手の打、3番手平井が4球を出し、ピンチを招いた。点は取られなかったが、辻監督は、大事な場面。逃げているのが見えた。打たれてもいい。投げっぷりが良くなかった、と、4球に反省を求めた。気になる我が家の資産価値は、ノムコムの無料査定でチェック、42歳女が、長崎の生姜シロップを飲むと、すごい、お尻が。妻も驚き、折れない男のエネルギー。まずは980円でお試し、嘘だろ、中性脂肪が、特報1日1本続けて驚愕の結果スポンサード美女図鑑公開中より小さいアイフレーム SRC イコール、トゥス、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールオーダー、エリアイコールパブ01、AAMSZ イコール 120X120、ONCJP イコール UTF8、ノレシゼ SC、ローリングイコール、ノー、スペースイコール、ゼロ、スペースイコール、ゼロ、フレームボーダーイコール、ゼロ、マージンハイトイコール、ゼロ、マージンウスイコール、ゼロ、ウィズイコール、120、ハイトイコール、120、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きいより小さい、アイフレームより大きい関連キーワードで検索プロ野球西武辻初彦。